陸上競技をやっておりました北風沙織です。現役時代は中学校高校大学と 100m で日本一になることができて、日本代表として世界に行くことができました。昨年日本記録は破られてしまったんですけれども、10年間リレーの日本記録保持者として活動させていただいておりました。じゃあそういうなんか 他競技の人に、その特に格闘技の人に、今日はどういうトレーニングを教えようかなと。そうですね、やっぱりその体の使い方というか、やっぱりそのどのスポーツに関してもその股関節周りだったり体幹だったりお尻周りっていうのは絶対大事だとは思うので、そういうところを私自身がその経験してきたものを少しでも皆さんにお伝えできたらいいかなというふうには思っています。はい、じゃあ質問させていただきます。はい、ご自身の性格はどのようなものでしょうか。ご自身の性格ですね。はいはい、そうですね、はい、割とマイペースで、はいはいはい、でもやっぱりこの芯がこれと言ったら曲げられないっていうところはありますね。はい、ありがとうございます。趣味を教えてください。趣味趣味はですね、最近はそれこそ子供がいるので、はい、子供と一緒に遊んだりとか、はい、あとは最近春になったので、はい、畑を最近やり始めたので、はい、そこのそういう成長を見るっていうのがすごく楽しいなって思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあ特技を教えてください。そうですね、陸上と、でももともとバスケットをやっていたので、バスケットは割と得意な方かなとは思ってます。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、好きな食べ物を教えてください。はい、好きな食べ物は、はい、昔は多分納豆巻きって言ってはいたんですけど、でも全般的に、あとはやっぱりその北海道で結構海のものが結構多いので、はい、お寿司だったりっていうのはすごく好きです。はい、ありがとうございます。はい、好きな音楽を教えてください。好きな音楽、でも最近はスラムダンクの曲だったりとか、それこそ昔のアニメのスラムダンクっていうのはそれこそ現役時代にすごく聴いていたので、はい、なんかそれで自分のモチベーションを上げていったりっていうので、結構スラムダンクの曲はすごい聴いてました。はい、ありがとうございます。じゃあ陸上の走る試合の前はもうスラムダンクでした。そうですね、結構本当にオリンピック、ロンドンオリンピックぐらいから、それこそ私もその漫画を読み始めたのが結構遅かったので、なんかちょっとちらっと見たことはあったんですけど、なんかそれを現役時代にそれをちゃんと全巻読んで、そこからなんかちょっと自分の気持ちを盛り上げてたっていうのがありますね。特にそのスラムダンクで好きなキャラとか、キャラ好きな場面でもいいですよ。あ、でも、うん、そのゴリが捻挫して、骨折、何があっても歩けなくてもいい、やっと掴んだチャンスなんだっていうのを聞いて、ちょうど私もその怪我をずっとしていた時期だったので、やっぱりそこは自分自身と重ね合わせて、なんかその怪我をしててもしっかりそのチャンスを掴んでいきたいなっていう思いはすごくありましたね。はい、好きな音楽やって、じゃあ好きな映画を教えてください。映画ですか。映画最近でももうネットフィリックスとかそっち系で結構なんか、はいはいはい、そういう韓国系のドラマとかも結構見ることが多いかもしれない。はい、ありがとうございます。じゃあ、好きなテレビ番組を教えてください。テレビ番組は なんかお笑い系のものがすごく好きなので、はい、それこそ多分というか、なんだっけ、アメトークだったりとか、はい、そういう本当になんかお腹から笑えるようなお笑い番組っていうのは結構好きですね。はい、ありがとうございます。好きな本を教えてください。本は、あ、でも言葉の本、なんかそのあんまり私文字をダーって並んで読むのが得意ではないので、なんかやっぱりそういう一つ一つのその心に響く言葉だったりっていうものがたくさんあるような本っていうのは結構すごく刺激受けますね。はい、ありがとうございます。好きな男性のタイプを教えてください。好きな男性のタイプは、あ、でもやっぱり優しくて、なんかすごい理解力がある方がいいなとは思います。じゃあご主人はそういう感じの方ですか。そうですね、理解はすごいしてるとは思いますね。はい、はい、休みの過ごし方を教えてください。休みの日は、あ、でもそれこそ休みの日は子供と遊んだりとか、そういう家族みんなでちょっとお出かけしたりとか、っていう風な感じですね、今は。はい、ありがとうございます。じゃあ大丈夫ですね。
禁止的なんですよ、質問が本当に拾えないとアドリブができる尋問じゃないんだから取り調べじゃないですか、これすいません、本当に踊りが効かないな陸上、私足速いなって気づいたのってやっぱ小学4年ぐらいですか、やっぱその競技転向したどうなんですかね、多分幼稚園から小学生までずっと徒競走が一番とかだったとは思うんですけど、あんまり自分の中で足が速いっていう認識はしたことがなくて、ただその小学校の時に陸上の大会出た時に、まあ、全道4年生5年生全道3番 で6年生の時に初めてその全道1番になって全国大会に行ったので、多分それぐらいからかなとは思います。いけるなと、はい、なるほど、うん、は足の速さって何で決まると思いますよ。でもやっぱりその環境、その小さい時にどれだけその親の背中を見て、その親がそういう遊びをさせてきたとか、そういういろんな公園で遊んだとか、そういう体を思いっきり使って遊んだっていうのは多分運動能力にすごく響いてくるものだとは思うので、もちろんその親の遺伝子っていうのは必ずあるとは思うんですけど、そこに上乗せしてやっぱりそういうことをやれてきたっていうのはすごく大きいものかなとは思いますね。なるほど、才能とその環境っていうことですよ ね、はい、じゃあ子育てをしてる、ね、方には子供いっぱい遊ばせろと。そうですね、なんか本当に今ってなかなか公園で遊ぶ機会ってな少なくなってるとは思うので、やっぱりそのちょっと危ないことでも、その本当に命に関わらないものだったらどんどんチャレンジさせてあげなければいけないんじゃないかなとは思います、ね、やっぱり親が怖くて止めてしまうと、やっぱり そこから子供って自分でやろうっていう意思がどうしても閉ざされてしまうので、多分子供たちっていくらでも自分たちでやりたいので、そこはやっぱりそういうちょっと一歩下がってみてあげるっていうのはすごく大事かなとは思ってます。